はい、始めていきまーす。5月中に終わるかな。ちょっと寝落ち寸前になるぐらいまでやったときに、レベル上げとお金集めをしようと思ったのと、スライムベホマズン仲間にしたいと思って結構大変だった個人的に。今までこんな ちゃんと仲間モンスター集めた時なかった。でどこ行くかっていうのね、あんまり間違えた。これも本当はちゃんとやらないといけないかも、いけないんだけど、道具魔法の手段、で多分ここだよね。ここ行って多分結構重要なところの途中だと。おお、入れ替え、当該作戦、全員案外行こうぜ。なんてこったい。なんか掴むんじゃなかったっけ。妖精降るんか？あ、合ってる。もう時間がないからなるべく攻略サイトを見ながら、よくぞ参りました。私はすでに本案から聞いております。話はすでにか2つのオブは私たち妖精の祖先が作ったものです。同じものを作ることはできない。これをご覧なさい。ガルオブを取り出した。実は作ろうとしたのです。ルカタちゃんにチャンスが、このオブは天空資料を浮上するも悪くはありません。あなたはできるかもしれません。このオーブを差し上げましょう。でね。さあ、奥の階段へ行き、急ぎなさい。このワンクッションいらなくないっていう時あるよね、たまにね。ここが？あ、こうか。
話して。あれ？光るオーブ、光るオーブ、渡す。うん。キャ、素敵な人。うん。あ、お兄さんの、そうだね、教会のお姉さんが言ってた素敵な人って。これはどうやったら戻れるんだ？うん。うん、うん、もう行ってきたんだけどって感じだけど、まあいっか。これでルーラ天空城、オーブを持ってくると思うんですね。ちょっとあれだね、いいところだったのにだいぶ時間空けちゃったね。お正月でこのお届けやってきました。すべてお越しさせ皆さんのおかげですね。4の時に開いちゃった穴で、それが何かの時に5で起こったってことだよね。下の方があんまり映ってなかったね。
ふむ、思ったほど高く上がらなかったみたいですね。まあいいでしょう。あとはあなたたち、お任せします。水も引いたみたいだし、私は城の様子を見てくることにしましょう。ではまた後で。これ乗り物になんだっけ？つうかいつの間に来たこいつらみたいな。でしょうか。さあ奥にいるおじいさんにも早く知らせてやってください。なんとこの城が浮上したと。それはめでたい。あとは竜の神様マスタードラゴンの復活を待つばかりちゃわい。ゼルパドールコブルノとコブルノとフック付きロープ。あ、なんかいい思い出がないな。多分いい思い出がない。世界がまだ平和だった時代、月界を見てマスタードラゴンはこうおっしゃいました。人間もなかなか読むのだ。そしてお姿をお隠しになってしまったのです。ございます。これ外図書館だっけ。このワンクッションいるって思っちゃう。こだわりなんかもしんないけど、城の中に水、城の中には水に閉じ込められている車両が何か必要ですね。ああ、なるほどね。これどれで運転するんだっけかな。
これだ。西の デルパドール これはあれだよね。これさっきのとこだよね。ここか。おそらくここだね。砂漠でしか降りれないパターン。まあこれでいっちゃうかな。いけるか。ああ鍵とあれか。これどまあ、身を守りすぎたなこいつ。これ罠か。はあはあ、二体のとつもない魔物が竜の目を。二体はまだこの塔のどこかに潜んでいるはず。早く逃げください。グフ、おしんちょっと。
おう。こういう時はね、いいよ、ずっと身を守っててやばい、火だめが。痛い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 、死んだ。おお、ナイスナイスナイス。きついな、この攻撃、この戦闘がずっと続くのは。割り合わないな。ゴールデンゴールも仲間になんねえかな。あ、ここで金貯めすんだっけ。ゴールデンゴーレムが、逃げよう。そうなんだよね、これが。うん、大丈夫か。これ、ここ、この後きつかった気がするんだよね。すげえな、メタルドラゴン。お、誰預かり所にって言ってもな。まあ強さで言ったらこの
ゴーレム残すんだろうけど、ゴーレム預けよう。これどっち行くんだっけかな。逃げよう。逃げよう。逃げよう。やばい。逃げよう。危ねえ。お前大丈夫か。これ罠っぽいよね。なあ、死にませんように。おお、ザオリク使える子死んじゃった。しかもレベル上げたい。これもか。うん、下と上か。さっきのところもう一回出て、お、おお、ゴールデンゴーレムは戦うか。やばい。おぶねえ。やばい。おお、危ない。まださ、カプリコ呪文エホマズにしか使えないね、確かね。お、何も使えない。マジ。意味ないじゃん、連れてきた。まあ、物理攻撃力が強いけど大丈夫かな。なんだお前は。そうか、
山様が言ってた小鉄はお前たちのことだな。山様の手を煩わすこともあるまい。ここで死ね。微笑み作るぞ。攻撃攻撃。全然火ダメが減らないんだけど。クロードしたよね。でさっきから80ぐらいダメージ食らってるよね。ああ2減った。マジ間違えた。えほま、もう攻撃でいっか。呪文を作ると攻撃攻撃。呪文エホエミ攻撃攻撃攻撃。攻撃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 。呪文エホエミ呪文スクルト攻撃攻撃。もうこれ以上守備力上げらんないじゃん。マジかよ。気ダメ強すぎだろ。これマジ娘。あーでも娘いてもか。娘でうん、ルカナン使える人が一人いてもってな、あれか。まあしょうがないか。逃げよう。
そんな戦っていける持久力がない。逃げよう。でこうか。気なめ痛そうだから逃げる。あれ最初からベホマズン使えるんじゃなかったっけ。あ、ベホマズン使えるよね。戦闘特技か。通常特技に入んないとってことか。なるほどね。道具エルノの飲み薬使う。大丈夫か。渡しとく一応。怪人の雫渡す。一番生き残ってる可能性が高いからね。怪獣の歯渡す。うん、よし。これぐるっと、あほほほ、ここで待っていれば来ると思ってました。私のこと覚えていますか。いえ。ほほほ、そんなことどちらでもいいでしょう。どうもかく今ここでお前たちの力を確かめさせてもらいますよ。あ、回復すればよかった。で、ほんま。作ると。攻撃。いった。110。マジかよ。あー、ルカナンしたい。いった。おー、いた。攻撃呪文スクルト。攻撃特技ベホマズン。ベホマズンって36 1 2。サザンが9、サブロック10。3回は使えるのか。あー、死んだ。娘いないと。呪文ベホマ使う。
呪文作ると使う道具、世界中の歯使う。おお、攻撃、防御、攻撃、特技、ペホマズン。危ねえ。なんかない。なんもない。攻撃。作ると。攻撃、防御。攻撃、防御。でもメホマ使う。攻撃。追いたい。呪文、ベホマー使う。攻撃、防御。攻撃、防御。攻撃。防御。次2回で呪文メラゾーマと息やられたら死ぬな。おー、息やられないでよかった。でもあと1回しか使えない。攻撃、特技、魔法トラ。ナイス。攻撃、特技、魔法トラ。家をずっと魔法トラしてて、魔法トラじゃないや、魔法コンタしてて、あ、魔法トラしたらあれか。あ、なるほどね。攻撃。おお、痛い。戦う。攻撃、防御、特技、ペホマズ。おお、セーフ。2回攻撃なくてよかった。うん、死なない。攻撃、道具、天空の剣使う。攻撃。また、おう。攻撃。天空の剣。攻撃。
戦う。攻撃攻撃攻撃突起マホトラ。おお痛い。おお呪文ザオリック攻撃特技ベホマズ使う。攻撃攻撃いや魔法カンタするかもしんないから魔法カンタ消しとく。そしたら魔法カンタ1回分。あー痛い。攻撃呪文バーハ攻撃攻撃痛え。ああ一回死んだからか。戦う呪文つから攻撃特技エホマ使う。攻撃世界中の雫使う。攻撃攻撃攻撃道具エルフの飲み薬使う。微笑み攻撃ホトラ おおマジかよ。キャー攻撃エホマ
クバーハ攻撃得意。よし、間違えた、違う、力使う、呪文、エホマ、特技、エホマ、攻撃。おお、なんとか倒せた。なんとか倒せたよ。そうですか、ここまで力をつけているわけですね。おや、何を驚いているのです。この程度で私が滅びるとでも。ほほほ、こんなところで力をつけるまでは戦うことばかりはありません。後にサヤの次パパスを敗にした時にこてつを殺さなかった私のミスでした。この私が戦ってもいきなり止めることができるほど力をつけるとは実に感心です。目が取りすぎるのはそのかもしれない。私は少し休めてもらいましょう。ほう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 。いやー、ここトラウマだな、トラウマだったな。そのストーリーとか関係なしに。装備のせいでもあるんだけどね。逃げる。お金欲しいけど。これどうやって飛び降りるんだっけ。逃げる。逃げる。あ、これで
これで開くんだ。逃げる。いいね、逃げれるね。わかんないけど、とりあえず。これ、つえ取った方がいい。青く光るオーブは力強いオーラを放っている。お、これで終わりか。リネミト。天空城。うん？いやいや、こっちのぞ、いいところに来てくれました。実はこの裏に怪しい男が潜んでいたのです。プサンとか言ったな。お前は何者だ。俺は電空のためにはプサンだというお前いなかったぞ。マジ？待って言いましたよ、こてつ。ドラゴンオーブを持ってきてくれたのですね。やはりあなた方は私を持ったプサンを強しそう。待ちくれませんか。はい。まさかそんな。アスタロン様。よくぞ来たな、伝説の勇者の血を引く一族たちよ。私が人と暮らす間、再び世界の平和が破られてしまったらしい。この人が人々の世界に降り立ってたから、隙を与えて、まあ、やられちゃったってこと？天空のベルを受け取った。天空のベル。私を呼びたい時はそのベルを鳴らすがいい。礼を言うぞ、こてつ。
道具、ちょっと待って、いけるか40%充電は。今日はここまでにしよう。クリアするのはむずそうだな。5月中に。でもルーラオラクルベリーでいっか。はい、それではまた。